23日、大学 .tv ユーストチャンネル。 MC は明治大学2年加納琴音と成蹊大学2年の高橋里穂がお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日は慶応で三田祭が開催されているということで、私さっき三田祭に行ってきました。そうなんですか。何したんですか。はい、友達がダンスのサークルで公演をやっていたので、それを見てきました。どうでしたか？すごい、もうなんか学生だけの力でここまですごいものが作り上げられるんだなって感動しました。いいですね。私も見に行きたかったです。はい。はい、今いろんなところで学祭が開催されてるので、受験生の皆さんは自分のちょっと気になる大学とかに遊びに行って、この大学の雰囲気を見てみるのもいいですよね。そうですね。私の行ってる成蹊大学も明日と明後日が学祭なので、はい、吉祥寺にあるので、もしよかったらぜひ来てください。はい、そうです。はい、成蹊大学。はい。では企画の説明に参りたいと思います。はい。一つ目は大学 .tv ニュースのコーナーです。大学に関する情報を大学 TV アナウンサーがお伝えします。真面目なニュースからちょっと変わったニュースまで幅広くお伝えしていきます。2つ目は本日のメイン企画、ユーストリームオープンキャンパスというコーナーです。今日のユーストリームオープンキャンパスは、日本大学芸術学部の国島さん、市川さん、鷲見さんをゲストにお迎えしています。3人への質問やメッセージのある方は気軽にコメントしてください。コメントする際はユーストリーム右側にあるソーシャルストリームというところにチェックインしていただいて、そこからコメントをお願いいたします。またはハッシュタグシャープ大学 TV を半角で入力していただければ大丈夫です。放送終了予定時刻は22時頃を予定しています。最後までお付き合いくださいね。はい、では早速一つ目の企画に参りたいと思います。大学 .tv ニュースのコーナーです。大学 .tv ニュース。大学 .tv ニュースのコーナーです。このコーナーでは大学に関するニュースをお伝えしていきます。真面目なニュースからちょっと変わったニュースまで幅広くお伝えしていきます。今日のニュースはソーシャルメディアに関するニュースです。トレンド総研は今年度就職活動を行った大学生、大学院生652名を対象に、就職活動とソーシャルメディアの活用に関する調査を実施しました。まず2013年4月入社予定の大学生に、就職活動においてソーシャルメディアを活用したかと尋ねたところ、大学生の3人に1人以上がソーシャルメディアを就職活動に活用していたことが明らかになりました。次に、実際にソーシャルメディアを就職活動に活用したという人に、就職活動におけるソーシャルメディアを活用するメリットを尋ねると、最も多くの人が就職活動先の企業を知ることができると回答しました。また就職活動において役立つと思うソーシャルメディアを就職活動に活用した人に聞くと、就職活動特化型のソーシャルメディアサービス、みんなの就職活動日記、民衆と、近年頻繁に注目を集めている Facebook や Twitter がその他の回答を大きく上回る結果となりました。はい、私たちも来年は就活ですが、そうですね、りほちゃんは何かソーシャルメディア利用してますか？そうですね、今は Facebook とやっぱ Twitter が多いですね。ああ、やっぱそうですよね、はい、今は割とみんなやってますけど、うん、
もうみんなの就職活動日記って知ってます？私今ここで初めて聞きました。そうですよね、はい、私も初めて聞いたんですけども、今就活生の間で話題のソーシャルメディアということで、ちょっと要チェックですね。そうですね、はい、私たちも来年ぜひ使いたいですね、はい、使いたいですね、はい、はい、以上大学 .tv ニュースをお伝えしました。続いては CM を挟んで本日のメイン企画、ユーストリームオープンキャンパスです。ユーストリームオープンキャンパス、東京の大学、興味があるけど遠くに住んでいる私は行くだけでも交通費がすっごくかかる。パンフレットで見た気になっている学科のカリキュラムについて、もっと直接大学生の話が聞きたい。匿名の掲示板の情報は誰が書いているのかわからない。発信している人の顔を見れたり声が聞けたらいいのに。そんな受験生の声に応えることができるのがこのユーストリームオープンキャンパス。現役の大学生が生放送であなたの気になる大学のいいところを教えてくれます。大学生活、学校の雰囲気、学食についてなどなど、気になることがあれば生放送中に投稿してください。ソーシャルストリームという機能を使って Mixi、Twitter、Facebook などあなたのアカウントから質問することができます。もしも生放送の時間中に質問することができない場合は、事前にTwitter やメールなどで番組スタッフにお知らせください。調査した結果を大学 .tv 公式サイトの録画番組の欄からご覧いただくことができます。木曜日21時から学習で生放送しています。あなたの知りたいことがきっと見つかる。ユーストリームオープンキャンパス。この放送は大学生が運営するインターネットテレビ局大学 .tv が企画配信しています。2つ目の企画はユーストリームオープンキャンパスというコーナーです。魅力的な大学を紹介するこのコーナーは、都心のオープンキャンパスに参加できない地方の高校生や、オープンキャンパスではわからない大学生の実生活をもっと知りたいという高校生に向けて放送しています。大学のパンフレットや匿名掲示板では得られない確かな情報をお届けして、進路選択をする上で少しでも参考にしていただければと思います。では早速今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲストは日本大学芸術学部の国島さん、すみさん、市川さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は日本大学芸術学部のオープンキャンパスということで、前半は大学生活のことだとか学部のことなどお聞きして、後半は受験のことについてお聞きしたいと思います。はい、では最初まず自己紹介から国島さんからお願いします。国島文江です。演劇学科養部コースの2年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画学科演技コース2年すみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。放送学科映像技術コース2年、市川真理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではいろいろな学科の方にお越しいただいたのですが、学科の説明をしていただいてもよろしいですか。西野さんからお願いします。私が所属して演劇学科は8つのコースに分かれて、舞台芸術について各コース専門的に学んでいく学科です。はい、なるほど。では鷲見さんお願いします。はい、映画学科はですね、映画を作るにおいて、撮影だったり録音監督っていろいろな、役割があるんですけど、それをそれぞれ専門的に各コースで学んでいくという学科ですね。はい、では市川さんお願いします。はい、放送学科は5つの専攻に分かれていて、主にテレビとかラジオ、CM などいろんな幅広い放送の分野に特化して勉強しています。はい、なるほど。国島さんは、主に何を学科の中で何をやってるんですか。私は養部コースなんですけど、はい、
専門的に踊りについて勉強して、はい、その舞台で発表する作品作りのことなどを勉強しています、はい、へー、その踊りのジャンルとかって決まってるんですか？は一応授業内ではモダンダンスという、はい、クラシックバレエとかと違って型の崩れたダンスを中心にやっているんですけど、スミさんは主には何を今やってらっしゃる？そうですね、あの映像の芝居が主なんですけど、はい、やっぱりその、まあ、演技コースっていうのが、はい、その日芸に2つあって、はい、演劇学科の演技コースと映画学科の演技コースなんですけど、はい、まあ、演劇学科は舞台中心で僕らは映像中心なんで、はい、まあ、僕らは基本的に日常映像の芝居を勉強させていただいてます。なるほど、その舞台での演技とその映像の中での演技っていうのはやっぱり異なるんですか？はい、そうですね、カメラのあるなしに違いますし、うん、なるほど、はい、やっぱりそのカット割りがあったり、はい、っていう舞台はないので、はい、っていう面でも全然同じ芝居といえど、はい、全く違ってきますね。そうですね、はい、そうですよね、はい、発声の仕方とかも、ああ違いますね、違います、はい、へー、市川さんは、はい、私は、映像技術専攻といって、はい、あのカメラとか照明とかと音響の勉強していて、はい、してますね。ああなるほど、はい、もともとそういうそのカメラとかそういうのに興味があったんですか？はい、そうですね、はい、でも今は照明がやりたいなと思ってるんですけど、照明の良さみたいな、照明の良さですか？その照明によってその場の雰囲気とかイメージを全部ガラッと変えられることですね。確かにそうですよね、確かに舞台に陰影をつけるだけでもやっぱりその雰囲気とか全然変わってきますよね、はい、照明ってすごく大事だなって、私もダンスをやってるのですごく感じますね、そこは。国島さんは、はい、モダンダンスをやってるということなんですが、今ここで何かできることってありますか？ちょっと見てみたいなと思うんですけど。じゃあ開脚をします。はい、はい、開脚ということで、はい、じゃあお願いします。ここで、はい、おお開脚、はい、リホはできますか？私本当に体硬いんで全然できないですねじゃあ行きます。はい、お願いします。すごい、やばい、はい、すごいですねめっちゃ綺麗綺麗、なんか痛くないんですか？あ、なんか痛気持ちいいですね痛気持ちいい、痛気持ちいい、なんか足がどうなってるんだろうってすごい思ったんですけど、思いますよね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうその演劇学科の方はもう当たり前のようにこういうのができる、ね、予備コースの子はみんなもう柔らかいですね、はい、ああなるほど、もうそれが当たり前みたいな感じ。そうですね、ある程度みんな技術を持ってきてるので、はいはい、実習とかもやっぱりみんなすごい上手で綺麗で一緒にやってて見とれちゃいますね。謙遜してますけどすごく謙遜してますね。見てみたいな、はい、では、スミさん、はい、なんか演劇概念のことをされているということで、はい、なんか今できることありますか？そうですね、まあ、映像の芝居っていうとこれすごいちょっと難しいんですけど、はいはい、その入学して、はい、まずその長いセリフを一つ覚えさせられる、うん、ウィローリっていう、あ、はい、あ知ってます、はい、役者の中で割れてるんですけど、それを覚えさせられる、はい、覚えさせられる覚えるってなってるんで、はい、まあ、その冒頭でいいですか？はい、はい、お願いします。あちらのカメラに向かって、すみませんね、こんなのいきます。はい、拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町を過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋虎屋遠右衛門、ただいまは啓発いたして、遠斎と名乗りまする。これが冒頭です。おー、すごい。なんか、自然と耳に入ってきますね。あ、まあ、ありがたいです。生でこうやって聞いてると。はい、なんか、今のポイントとかあるんですか？ポイント。その、うん、これが今のが6、7分ぐらい続くんですけど、はい、それをまず覚えるっていうのが大変なんですけど、確かに途中からその早口言葉がありますね、はい、増えてくるんですけど、それを言おうとして自分も早口になるというよりは、もう一つ一つ皆さんに聞こえるように、はい、まあ、ゆっくりでも確実に言っていく、すごく聞き取りやすかったですよね。聞きやすかったですね。 ありがとうございますいや私たちも MC としてこれはちょっとまずいですね、これはいや、もうとんでもないですね
コツとか。そうですね。いや、むしろ教えてください、ね。お願いします。はい、皆さん、いろんな特技をお持ちで、日本大学の芸術学部の日本大学の芸術学部ってどこにあるんですか。どこにあるんですか。あ、はい、1、2年生と3、4年生で校舎が分かれてまして、はい、1、2年生が埼玉県の所沢市、はい、埼玉県といってもでもあの都心にはアクセスはいいよね。そうですね。はい、とあと3、4年生ではあの池袋から3駅目の越後田駅という駅、はい、が最寄り駅です。じゃあ何線でしたか。池袋線。私はもう本当に東京の中心街に出やすい、うん、本当にいい立地ですね。そうですね、はい、なんか普通の大学生ってやっぱ都心に近かったら、うん、ちょっと学校帰りにご飯食べ行こうとかショッピングしようとかなると思うんですけど、うん、日芸の方ってあの放課後とか何するんですか。放課後やっぱ芸術系の学部ということでなんか日芸となんか独特な遊びとかあるんですか。あります、ね、遊びというよりも、はい、学校が終わったら一緒に舞台に見に行くとかは、はい、なんか結構話の中でありますね。へえ、はい、あとその、あの授業があると、はい、授業に追われちゃうんですけど、はい、そのない時間、例えば放課後だったら休日に、はい、自分たちでチーム組んで撮影、映画の撮影したりとかありますね。あと空き時間にその撮影の共演者同士で、はい、その日常の会話の中にその脚本のセリフ織り交ぜて遊んだり、はい、遊ぶっていうか、まあ、そういうことを日常的にしますね、僕らは。あ、やっぱりその芸術学部ならではのそういう、ですよね、遊び。まあそうですね、言われてみれば、はい、それが当たり前になってしまってるんですよね、日常的なんで、はい、普通の大学でやったらえってなりますね。どうしたってなりますそうですね、はい、まあ、その日芸はすごく都心にも近いということで、大学 の, その好きなところとかありますか。好きなところそうありますけどね。やっぱここが他の大学と違うなって思うところとかありますか。なんか一人一人がなんか何か自分の特技だったりとか持ってたり、自分が自慢できることを持ってる、はい、確かに、とか何かしらに特化してる人が多い気がしますね、はい、あ、なるほど。割とそのそう、ただすることもなく遊んでるだけの大学生とはまたそこが違うかもしれない。まあ一般の大学もいろいろ大変なことあると思いますけど、まあ一風変わってるところあるかもしれませんね。はい、今日はなんかあの日芸に関する写真をたくさん持ってきていただいたので、はい、よかったらこちらの写真は何ですか。こちらの写真は、はい、あの芸術祭っていうあの秋に学園祭があるんですけど、はい、その芸術祭の日じゃなくてそのちょっと前に浮かれた学生たちが、うん、コスプレが大好きなんですよ。なんか皆さんすごい変な格好してますね。なんかすごい派手ですねこれ。しかもなんか段ボールで作っちゃうんだよね、はい、お金をかけずに、ね、お金がないから、はい、あと体にボディーペイントって言って、はい、自分で体のペンキ塗っちゃって、はい、でそれ自分の体一つを売り物にするみたいな。なるほど。なんかやっぱそういうことも違いますね、普通の大学生がいることとは。へえ、確かに。これ芸祭前に歩いてる、はい、あ、でもそういうの見ても特になんともあまたいるなぐらい、まあ、まあまあそんな感じです。用事前にこれで街を歩いて、はい、僕ら芸祭やりますよっていうのを街に。なるほど、はい、確かにこれで歩いてたらかなり目を引きますね。そうですよね。日芸の宣伝方法、はい、そうなんです。なるほど、これは、うん、これはあの、うん、その放送の技術宅といって、はい、その指示を出すディレクターとか、はい、あと画面を切り替えるスイッチャーだとか、はい、照明だとかその音響の操作をするタクですね、はい、へー、かなり本格的ですよね。そうですね。割
割としっかりした環境が整ってるんですか、やっぱこういうスタジオとかには、うん、そうですねまあ、教授がよく僕らに言うんですけど、はい、日本で一番その放送技術、はい、設備が整ってるのは NHK と日芸だって今よく、はい、言われますね。名言ですね。なんか NHK はもう日本を見たいですね、はい、なんか写真見る限りでも本当にすごそうですね。本当にすごいですよね、まあ、充実してますね。はい、はい、かなり、はい、では次の写真ですが、これは何の写真ですか。これは照明のその実習の時の写真ですね、はい、すごい高そうな機械がずらずらと並んでますよね壊したら数百万、減ったしたらもう確かに、うん、うわー、分かっちゃう。じゃあもうなんか実際のテレビ局で使ってるような機材をもう日芸で使ってるんですか。そうですね、まさに、そうです。まさに、はい、もしかしたらテレビ局以上かもしれない、うん、あー、すごいですね。じゃあそのテレビ局に勤めたいとかそういうメディアに興味のある方にはたまらないですね、こういうのは。はい、では次の写真、これは何ですか。これは雪が降った時に、はい、日芸生の誰かがその雪だるまじゃなくて、はい、石像、え、あ、これって雪オブジェ、雪が降ると声が声が変わるんですよ。バンバンできちゃう至るところに、これは石像かなって思ったんですけど、雪でしたんですか。雪だるまみたいなものです。やばい、雪だるま全然だるまじゃないじゃないですか。確かにこれもアートですね。その辺が作るものが違いますね。違いますね。私の大学とか今年の冬とか普通に雪だるまがあったんですけど、はい、そんなのはなかったですね。普通の大学では雪だるまが並びますよね。でもすごい。これはすごい。はい。いや、ちょっとすごい動揺してます今私。では次の写真参ります。はい、これは何ですか。これもスタジオなんですけど、はいはい、結構どの学科でもスタジオというものがついてて、はいはい、そのスタジオの中での実習ですね、うん、結構大きいですかこのスタジオって。そうですね、どのくらい大きいじゃないかな、なんか広そうに見えますよね大学でこういうのはなかなかないと思いますね。そうですよね、はい、ですよね。このスタジオに入って実際こういう本当にテレビ局で使っているようなこういう本格的な機械を使って、はい、なんか気づいたこととか驚いたことってありますか。気づいたこと、なんか意外に重かったとか、はあ、そうです使ってる機材が一個一個が、はい、すごい高いってことを身にしみるというか、あ、やっぱりこれだけ立派なものがそうです、ね、高いですよね。高いので慎重に扱って、はい、ちゃんと使い方とかも覚えなくちゃなって思いますね、はい、やっぱ緊張感もありますか、やっぱ実際こうやってる時に。そう、なるほど。はい、では次の写真に参りましょう。はい、これは映画学科で、はい、セット実習ってものがあるんですけど、はい、まあ映像の芝居を撮るときに、はい、まあ、外のロケーションで外で撮影するのと、はい、やっぱこうセットを組んで撮影するっていうのがあるんですけど、はい、まあ、これはセットで、はい、そのまあプロのカメラマン照明マンさんが教えに来てくれて、はい、それでその、まあ、基本的にスタッフの実習なんですけど、はい、まあ、その、まあ、照明作ったりカメラ作ったりして、うん、でこのセットの中に今僕ら役者が入って実際にお芝居するっていう、実習をそのセットの上から撮ってる感じですね、はい、セットもかなり本格的ですね。そうですね、はい、まあ、映像にしちゃったらもうこれがセットっていうのはほぼわからないですね、はい、壁とか扉床 も普通に普段の家の、はい、普通の一般の家のものと何も使ってるので、テレビとかでよく見る舞台裏と全く同じようなね、はい、そうですね、はい、こういうのってやっぱり私たちみたいな普通の人っていうの入って見れたりとかしないですよね。しますよ。あ、できるんですか、はい、そうなんですか。全然その、はい、一緒に私の専攻だと一緒に授業受けちゃうこともできます、はい、できます、ね、
じゃあちょっと他の大学の生徒とか高校生とかが来てちょっと見せてくださいって全然大丈夫です。ウェルカムなんじゃないですか。多大だと、はい、それこそオープンキャンパスとかの中に体験授業と盛り込まれてるんですけど、はい、日芸は基本いつ来ても授業受けれますね、はい、いつでもウェルカム。ちょっと全然感じで、全然入りますよ。入りたい、すごい。はい、今いろんな写真を見せていただいたのですが、皆さんその好きな授業とかってありますか？三島さんからお願いします。私は2年生から舞台総合実習っていうのがあって、はい、実際に自分で一から作品を、はい、私養部なんですけど養部で踊りを作るっていうことを、はい、実際に舞台での作品作りができるっていう、そういう実習と兼ねた授業があるんですけど、その授業が一番好きというか、はい、一番自分がやりたかったことなので、はい、好きです。では、鷲見さん、はい、ありますか？そうですね、はい、これ演技実習っていう授業があるんですけど、はい、それは実は映画学科ではなくて演劇学科の授業で、はい、その日芸って映画学科だったら映画学科の授業しか受けれないとかいうことではなく、はい、学部の中で多学科公開っていう授業があって、その学科の授業なんだけど多学科の生徒も受講できますよって授業、そういう生徒があるので、はい、まあ、僕は映画学科で基本的にはその映像の芝居を勉強してるんですけど、はい、芝居の起源っていうのは舞台にあるんで、はい、やっぱり舞台の芝居も、まあ、個人的に勉強してみたいなと思って、そういう時に演芸学科さんが授業を受けさせてくれっていうシステムがあるんで、はい、じゃあその学科同士の相関があるっていうことで、そうですね、はい、それでも舞台の方のお芝居を、はい、でそれを映画学科授業に生かしたりとか、はい、映画学科授業で勉強したことが舞台に行きたりとかするので、はい、幅がすごい広がりますね、はい、芝居力、根本の芝居力が上がりますね、 うまく使えば。確かに、はい、その舞台裏を知ることでやっぱりその舞台裏のが求めてるものを自分がより発散できるようになる、ね、まさにそうですね、はい、じゃあもう市川さんがちょっと演技やりたいなみたいな感じで、このスミさんの映画学科に授業を邪魔するってことも全然できちゃう、はい、僕は演技コースですけど、文芸学科とかの子が演技の授業を受けたりとかしますんで、はい、なるほど、割と学科のその学部内での自由度はかなり高いですね。そうですね、はい、はいはい、では市川さん好きな授業ありますか？はい、私はやっぱり専攻の授業で映像芸術っていう授業が、はい、ですね。どういうことをやるんですか？毎回一からセットを組んで、はい、それでその機材の準備で、はい、一本の番組を撮ってその録画するっていう一連流れがあるんですけど、大体実習なんで、はい、朝から夜の9時までは授業で、長いですね。そうですね、その企画段階からその編集の段階まで全部自分たちで、はい、あー、なるほど。でも私たちはその技術を主にやりたいっていうのが、はい、主なその技術をやりたいっていうメンバーが集まった専攻なので、はい、台本とかはその事前にその送られてきて、はい、その台本に沿ってカットを終わったりとか、はい、で一連の作業を進めるって感じですね。なるほど。その自分たちでどういう風にしたらいいかとか研究しながら作り上げていくんですか？はい、楽しそうですね。そうですね、すごく。はい、時間が押してきましたね。はい、まあ、ソーシャルストリームにもたくさん受験生の方からコメントが届いてます。はい、そういうのもあるんですね。ちげすごいなぁっていうコメント、すごい、行けるのなら行きたかったっていう後悔の言葉もありますね。大学の中からでも今からでもいつ来ても確実に近い、ね、年齢の幅もすごい豊かだよね。あ、そうなんですか？現役は分からないので、一回子供とかを生まれて帰れる方とかもいますよ、はい、やっぱその、はい、もう何大学卒業しちゃったけどやっぱり日芸に行きたいみたいな感じで、はい、いますよね、はい、他の大学で、あります、ね、はい、ソーシャルストリームにコメントしてくださった方、今からでも遅くないですか？全然遅くないです。ぜひ、はい、では CM を挟んで後半は、そうですね、受験のことについてお聞きしたいと思います。では CM どうぞ。ユーストリームオープンキャンパス。
東京の大学、興味があるけど遠くに住んでいる私は行くだけでも交通費がすっごくかかる。パンフレットで見た気になっている学科のカリキュラムについて、もっと直接大学生の話が聞きたい。匿名の掲示板の情報は誰が書いているのかわからない。発信している人の顔を見れたり声が聞けたらいいのに。そんな受験生の声に応えることができるのがこのユーストリームオープンキャンパス。現役の大学生が生放送であなたの気になる大学のいいところを教えてくれます。大学生活、学校の雰囲気、学食についてなどなど、気になることがあれば生放送中に投稿してください。ソーシャルストリームという機能を使ってミクシー、ツイッター、フェイスブックなどあなたのアカウントから質問することができます。もしも生放送の時間中に質問することができない場合は、事前にツイッターやメールなどで番組スタッフにお知らせください。調査した結果を大学 .tv 公式サイトの録画番組の欄からご覧いただくことができます。木曜日21時から学習で生放送しています。あなたの知りたいことがきっと見つかる。ユーストリームオープンキャンパス。この放送は大学生が運営するインターネットテレビ局大学 .tv が企画配信しています。はい、CM を挟んで後半は、受験のことについてお聞きしたいと思います。で、その前に今日は、本当は、日芸のミスコンで優勝された鈴木さんという方が来てくださる予定だったんですけども、まあ、体調不良で欠席ということで、でも大学 .tv で以前にアートチャンネルで日芸の取材をしたことがありまして、その時の鈴木さんが出演してらっしゃる動画があるので、そちらを先にご覧いただきましょう。はい、お願いします。今回のアートチャンネルは日芸こと日本大学芸術学部エコダキャンパスで行われたオープンキャンパスを取材してきました。全8学科のうちアートチャンネルが注目した5学科の授業風景やインタビューをご覧ください。日芸のいいところは先生がみんな生徒思いなところと、あと建物が綺麗なところ、あと、生徒がみんな個性的で退屈しない毎日が過ごせるところです。楽しいです。はい、はい、すごく美人でしたね。美人ですね。はい、こんな綺麗な方もいらっしゃるということで。はい、では、受験のことについてお聞きしたいと思います。はい、はい、では皆さん、まずどうして日本大学芸術学部を志望されたんですか。富島さんからお願いします。私はちっちゃい頃からバレエをやっていて、はいはい、その先生とかの発表会とか出るうちに、自分でもこういう舞台の作品を作ってみたいなと思って、で探した結果日芸があって、はい、でその舞台総合実習っていうバーの発表を見て、あ、私がやりたいのはこれだと思って、はい、日芸に決めました。はい、日芸になんか惹かれるものがあったんですね。そうですね、ピンときました。あ、いいですね、そういうの。運命の出会いだったのかもしれないですね。はい、ではスミさん、映画学科ということで、はい、僕は本当に小さい頃からお芝居見るのが本当に好きで、はい、昔から見ていたんですけども、そのきっかけは中学時代に一度授業でお芝居やらせてもらえる機会がありまして、はい、それで一度舞台やらせてもらった時に、そこで初めてお芝居と出会って、それから興味を持ちまして思ったんですけども、まあ、中高6年間は、まあ、全く芝居とは、まあ、縁のない生活を送っている中で日芸を見つけて、はい、あ、いいなって最初は漠然と
思っていたんですけども、それからそのお芝居の勉強ができる他の大学のオープンキャンパスだったり、はい、情報っていうのをいろいろ知る中で、この中でもやっぱり日芸がいいなと、他を見て、はい、結局また日芸に戻ってきて、入研を決めました。他の大学とはやっぱり違うなと。そうですね、僕はもう日芸しかなくて、ね、はいはい、スミさんはそのもともとずっと演劇の勉強をなさったわけではないですね、全然もう大学からです、はい、大学から。もう初めて芝居したのはもう大学の一次試験だった、はい、あ、そうなんですか、はい、すごいですね。演劇部に入ってたとかそういうわけでもない。そうですね、はい、あなたは見ていただいてってもらって、はい、そうなんですね。なんかやっぱり日芸ってなるとやっぱりもう小さい頃から英才教育受けてきましたみたいな人だけが入れる大学学部だと思って、まあ、そういう人も確かにいますけど、はい、全然そのやる気だったり、はい、まあ、試験で教員が見てるのはやっぱりその才能云々実力云々よりもやっぱりここでこの子は勉強をしっかりしてくれるかってところを見てるんで、その熱意というかやる気だったり、はい、姿勢を見てる、はい、それがある人は誰でも、誰でも入れます。誰でも入れます。入れます。はい。では市川さん、お願いします。はい、なんで？緊張して。緊張して。さっきから、あ、やばい、全然喋れない。そんなこと。私もあの小さい頃からテレビが好きで。それであのテレビとか見てても、はい、あのそのテレビの業界で活躍されてる方で日芸出身の方とかも割と多いんですよ、はい、それで日芸の存在も知って、はい、あとその日芸のことを調べているうちにその環境がすごく充実していることも、はい、でその自分がここに行ったらその自分自身も絶対高まれるし、そのいろんなその他の学科にしてもいろんなことに特化してる友達がいるので、はい、その子たちと一緒にやることでなんか自分も刺激的に成長できるんじゃないかなと思ったので一ゲームでしました、はい、先ほど写真で見たようにやっぱり節の自分の好きなことを勉強できる環境っていうのはすごく整っているなって印象はありましたね、うん、はい、では先ほどその市川さんが芸能人の方がその芸能卒業生に芸能人の方が多くいらっしゃるっておっしゃってたんですけど、例えばどういう芸能人がいらっしゃいますか。そうですね、もう尊敬する方はいっぱいいらっしゃるんですけれども、はい、もうあの本当に挙げたらキリがないぐらいいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、まああの挙げさせていただくんでしたら三谷幸喜さんであったりとか、はい、あとは爆笑問題さんであったり、はい、俳優さんであったら佐藤隆太さんであったり、はい、女優さんであったら本仮屋由香さんであったり、はい、演劇であったり近田團十郎さんであったりとかも、はい、いろんな幅広く、はい、そうですね、はい、なるほど。その芸人から女優さんまでやっぱ幅広くいろんな方がいらっしゃるんですね、はい、では、受験の形式についてお聞きしたいんですけど、皆さんはどういう形式で受験をされたんですか。私は AO 入試で入りました。はい、すみ、はい、さんは。僕も AO ですね。 AO で、はい、はい、ちかさんは。私は一般入試で、はい、一般入試で。先に AO 入試のことからお聞きしていきましょう。AO 入試はどういう形式で行われるんですか。はい、まずエントリーというものを、はい、自分で書いて、はい、それまず郵送するところから始まるんですけど、はい、そこでまず私たちと一個下の代から多分少しちょっと変わってしまったんですけど、はい、私たちの学年だとそこでまず先生方にそのエントリーシートを見ていただいて、そこでまず通るか通らないかで一次試験が受かるか受からないか、はい、で一次試験が受かるとその各学科とかによってまた試験内容が変わるんですけど、そこで実技であったりの試験を受けるようになっています。はい、なるほど。ちなみに栗島さんはそこでどんなことを二次試験でやったんですか。まず最初に演劇学科だとその8コースのコースがあるんですけど、その8コースの子全員バラバラでグループを作らされて、そのグループの中でお題を出されて、そこで
あのオリエンテーションじゃないですけど、はい、作品みたいなのを作って発表するっていう、その場で本当に15分ぐらいしかない時間の中で、はい、みんなで話し合って何するかを決めて、その課題に沿ったもの、それまでも即興で即興でやるようになってて、はい、知らない人とそれで突然入って、はい、どうでしたか最初は。最初でもみんなやっぱりなんかみんな一生懸命やろうと思ってる子たちみんなばっかなので、はい、すごいどうするとか自分の意見だけを通そうとしないで、はい、周りの意見もちゃんとみんなで聞いて和やかな雰囲気で楽しくできました。やっぱ緊張もします。緊張はしてるんですけど、はい、それよりもやっぱりみんな自分のやりたいことを、はい、その場でできるようにみんな頑張ってきてるんで、はい、あんまり緊張とかでなく本当に仲良しじゃないですけど、はい、和やかな雰囲気でその場は成り立ってました。すごいですね。私だったら、え、どうするって言って注目で終わっちゃいそうなんで、そこでもやっぱり雰囲気作りとかもやっぱ才能だと思います。うん、はい。うん、はい、では、演劇学科ということで、その私調べたところ、その何人かいる中の2人しか合格しないんですよね。養部コースは、はい、エントリーシートは何人出したかわからないんですけど、はい、1次の段階で18人くらいいて、はい、で2次の面接で2人になっていて、はい、でそのままその面接の時のにまたその2人、まあ、面接分割って受かったんですけど、はいはい、かなり倍率がかなり高いですよね。 ですよね、はい、その中を勝ち抜いた国島さんということですが、はい、その他の人と差をつけるために何かしたこととかってありますか？高校生の時にあんまり、はい、興味なかったわけじゃないんですけど、舞台とかをたくさん見たり、はいはい、あとはその他のダンサープロのダンサーさんのワークショップとかに参加して、はい、自分に今までできなかった動きを習得しようとかしたり、そういう努力をしました。なるほど、はい、そうやって自分のその経験を重ねることでやっぱり自分の幅を広げていくっていうことですね。はい、あ、なるほど。ちなみにどういった舞台見に行かれたんですか？私が見たのは現代舞踊協会って言って、そのモダンとかのそういうちゃんとした団体じゃないですけど、そういう団体っていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこの舞台を見に行くと、そのプロのダンサーさんとかが、うん、もうその一人の作品じゃなくて、うんうん、いろんな人の方の作品が一緒に、はい、一緒にじゃないですけど、その一公演の中で何作品もやるので、そういう舞台などを見に行っていろんな人の動きを見たりとか、あ、はい、勉強しました。そうやって勉強していくんですね。はい、はい、なるほど。はい、ではスミさん、はい、お願いします。まあ大枠は演芸学科と同じなんですけど、はい、そのまあ最初にエントリーシートを出して、はい、1次試験2次試験合格発表なんですけど、はい、そのもうエントリーシートの時点で、はい、まあ、各学科もう各コース、はい、もう全然違うんですよ、やることが。はい、まあ、僕らはもうエントリーシート、もうエントリーシートとは名ばかりで、はい、もうペラペラの白紙が配られて、その表裏自由に使って、はい、自己 PR と将来の展望を書けるみたいな。もう色塗ってもいいし、字でもいい、写真でもいいし、はい、もう好きに自分でアレンジして、はい、自分アピールしなさいっていうエントリーシートで。なるほど。じゃあもう全く字を書かないで絵だけ書いて提出とかもできるんですか？ありますね。あと僕が聞いた話では、はい、そのもう表裏びっしり字だけとかもあります。なんか目標みたいですね。、はい、っていう人もいましたね。ちなみにどんなエントリーシート書かれたんですか？はいはい、僕ですか？僕はその自分、はい、自己 PR に半面使って、半面は自分の新聞を作りました。あー、はい、自分で記事を書いて、はい、自分で自分の、あー、はい、すごいですね。そんな、で裏に将来の展望、はい、まあもうほぼ字ですけど、そこにまあ絵だったりとか、はい、まあ、その将来の入門生のフィルムの絵とか、はい、自分で書いて、はい、すごい、貼ったり書いたり塗ったり感じで出しましたね。はい、もうエントリーがもう、はい、言ってしまえばもう山場、はい、もうエントリーの時点で映画の演技コースはもう2、300のエントリーがあるんですけど、はい、そこからまあ
まあ、僕らの代は多かったですけど30人ぐらいに絞られて一時で、はいはい、30人でもかなり高いですよね。そう、そこをもう通過できないと自分本体は見てもらえないんで、はい、もうここは何としてもと思って。ああ、そこで落とされたら結構きついですね。そうですね、もう自分を 見てもらう前に落とされるわけですから。ですよね、僕本位です、ね、僕はもうそれは納得いかないんで。はい、でもそれはそうですよね。そうですね、そこだけはと。何百人かの中でやっぱ自分のエントリーシートをそのやっぱり他とは違うようなエントリーシートにするために何かポイントとか、そうですね、そのアイディアを、うん、その人と違うアイディアを出そう出そうって考えすぎると逆にみんなそれを考えてるんで、はい、かぶってしまったりするので、はい、もう最初自分の直感で浮かんだアイディアをそのままやってしまってもいいと思いますし、はい、まあ、僕の場合はそのまあ、多分他の受験生の方は自分の今までやってきた芝居のこととか、はい、そういう芸術関係のことを書いてたと思うんですけども、はい、僕は一切やってなかったので、はい、まあ、部活、あと高校時代生徒会をやらせていただいてたんですけども、はい、その2つを軸に、はい、あのまあ、芸術にはほぼ全く触れずになんですけど、はい、その生徒会をやっていたこと、部活をやっていたこと、それが自分はどう芸術に生かせるかっていう、そういうふうにそっちにこう発想を変えてっていう、はい、そうですね、そういうスタンスで書きましたね。はい、はい、それで一時で、さっきも言ったんですけども、はい、一時で初めて芝居をして、はい、そうですね、すごい、たまたまという感じで、はい、なるほど、はい、はい、では市川さんは一般入試ということですが、はい、日芸の一般入試も普通の大学と同じように1月2月に入試が行われるんですか？はい、一般入試は12月にありますね、はい、あ、どういう科目が出されるんですか？一次試験が、はい、放送学科の場合ですけれども、はい、国語と英語がありまして、はい、それに合格した人が二次試験で作文と面接があります。作文、はい、作文っていうのは何を書くんですか？私たちの場合ですと、はい、そのチャイムが鳴った時に黒板に題名を出されて、その題名に沿って、はい、題名に沿ったその物語でもいいし、はい、なんか作文でもいいし、はい、自分で文を作るっていうのが二次試験なんですけど、はい、私たちの時のその題名は雨降って字固まるっていう題名でした。はい、言葉だということでかなり難しそうですね。そうですね、はい、それってなんか対策とかしたんですか？対策は、はい、ないです。作文はもうなんか毎年題名のそのバリエーションも全然違うので、はいはい、自分の感性にもそうままに書く。なるほど。でもそれって何枚ぐらい書くんですか？あ、それは字数も決まってるんですけど、はいはい、その字数にそのちゃんと一連の物語ができてないと多分ダメだと思いますね。すごい。でもそれのテーマで何、どんなこと書きましたか？雨降って字固まるっていうことわざの通りに、なんか物語書いて記憶はあるんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。物語書いたんですね。そうですね。そうやって普通の教科を受けた後に作文ってなんか大変ですね、うんうん、はい、そうですね、うん、面接とかも多分みんな聞かれてることが後で聞いたらバラバラだったので。あ、そうなんですか。対策の仕様もちょっと厳しいのかなと。その時になんかその突発的に自分で考えて言える力も大切なのかなって思いますね。市川さんはちなみに何を聞かれたんですか？私は全然受験に関係ないことばっかり聞かれたり、はい、例えばその私末っ子なんですけれども、はい、末っ子のいいところはとか、答えられない、難しいですね。好きな有名人はとか、はい、あと私の友達ですと滑らない話をしてくださいって言われてる人もいました。はい、滑らない話、そんなとっさに出てこないですよね。出てこないですね。かなり緊張しますね。じゃあ面接とかは、はい、へえ、はい、その面接の会場という雰囲気でした？一つの部屋に、はい、一つの大きい教室にどのぐらいですかね、7つぐらい受験生が座る席があって、はい、一つの席に対して面接官が2人座ってて、はい、同じ部屋で、だから本当に隣の人の距離がすごい近いんですよ。
はい、もちろん話してる声も聞こえるし、うわ、話してる声も聞きつつ自分の意見も考えて言ってっていう、はい、そういう雰囲気でしたね。あ、じゃあかなりその周りの人が言ってることを聞いて焦ったりとか。焦りますね。すごいスラスラ答えてる人とか見ると、あ、どうしようみたいな、ね、焦った時どうしました？焦った時は、はい、もうそうですね、なんか他の人は他の人、自分は自分って考えてやるしかないですね、はい、うん、そうですよね。あ、なるほど。はい、では、試験の時の成功談、失敗談とかありますか？私は2次の最後の面接の時に、はい、試験官の先生が12人いたんですよ、はい、で12対1の面接で、怖い。あまりにも緊張しすぎて、はい、名前とかも言わずに席に座っちゃって、はい、でその先生に、あ、名前と受験番号って言われて、はい、あ、やっちゃったと思うんで、でもその瞬間、あ、落ちたとかって思いました？思いました。だから試験会場出て学校出た瞬間も落ちたと思ってすごい泣いちゃいました、ね、あ、そうなんですね。そういう緊張しすぎて。12人いるっていうのはもう入った瞬間に分かったんですか、うん、それとももう前々からそれぐらいいるっていうのは聞かされてたんですか？聞かされてないんですけど、はい、順番に面接をするので、はい、その他の帰ってきた子たちが先生めっちゃいるよみたいな、あもうなんか、何人だろうって思って入ったら、はい、もう学科の先生が全員みたいな感じで、あ、うわー、すごい、かなり威圧感ありますね。すごい怖かったね。はい、それも学校側の戦略なんですかね。やっぱそんなにずらーって言ったらびっくりしちゃいますよね。緊張しすぎちゃう。その中でこうどうしていくかみたいな、はい、試されてますね。うん、はい、スミさんは何かありますか？はい、そうですね、失敗談からになるんですけど、はい、その僕早口なんですよ普段から。そうなんですか？そうなんですよ。 今よりも多分昔の方が早口で、はい、もう緊張すると拍車がかかっちゃうっていうのは自覚があったので、はい、もう本番あの二次試験で僕らはその自分で脚本を書いてそれを演じるっていうのが試験なんですけど、はい、うん、それでも早口にだけはならないようにならないようにって意識してたら早口になっちゃったんですよ。逆に早口を意識してたら早口になってしまって、はい、でそれを面接の時に僕は早口なので早口にならないように意識しましたって言ったら、あ、でも君早口だったよって言われて、そうだったかと思って、早口早口って思ってて、はい、早口になってましたね。それが失敗です。あ、はい、やっぱ緊張してると一番初歩的なところでつまずいちゃったりしますよね。そうですね。市川さん何かありますか？これは受験生の人にあんまやってほしくないことなんですけど、はい、その二次試験、一次試験を取らないと二次試験が受けられないので、はい、二次試験の対策を全くやっていかなかったんですね、はい、でぶっつけ本番でやってしまって、はい、でそれですごい焦って面接とかもやってしまったんですけど、うん、その面接官の教授もすごいいい人で落ち着いてくださいねみたいな、はい、それでちょっとリラックスできて、はい、なおさらここに入りたいと思ったんですけど、やっぱりその自分も喋りもあんまりうまくできなくて、帰り道のふみえちゃんと同じようにう落ちたと思って入りましたね。へえ、でもお二人とも落ちたと思ったっておっしゃってましたが、それでも受かったんですね。何があるかわからないですね。そうですね。はい、ではそろそろ、視聴者様からの質問コーナーに移りたいと思います。Twitter への投稿や事前にメールで送っていただいたみんなのも含めて紹介いたします。はい、今日もたくさん来てますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずどれにしようかな。はい、では、まず一つ目の質問から参りたいと思います。大学2年生の女性の方からです。普通の勉強と美大のための勉強って両立できると思いますかという質問です。どうですか？できます、はい、あ、両立できますし、はい、両立しないといけないと思います。うん、あ、そうですよね、はい、もうできないと思ったらそこで終わりですから、はい、はい、もう両立してみないと始まんない、
わけなので、はい、もうしてみることからですね。はい、栄養入試とかそうですよね。まさに、はい、高校3年生の1年間を通して、はい、いろんな試験だとかオーディションとかが続くわけですから、はい、そこでやっぱ普通の勉強と両立していかないと、仮に落ちたらとか考えるとやっぱり怖いですよね。そうですね、はいはい、そうですね、落ちてからやったんじゃもう遅いですもんね。そうですね、はい、はいはい、ではすごいたくさん来てますね、はい、日芸におしゃれな人多いですか？あ、多そうですね、イメージですけど。どうでしょう、おしゃれな人も多いし、おしゃれを通り越して個性的すぎる子もいます、うん、個性がもうって、はい、まあ、美大どこもそうなのかもしれないんですけど、はい、もう本当になんかもうこれおしゃれなのか、はい、何なのかちょっと僕には分からないこととかもあったりとか、はい、似たような質問で、大学でこいつやべえって人と出会うことありますか？あります、ね、皆さんそこ気になってるんですね。全然ありますね、はい、例えばどんな人いましたか？まあ、服の話なんですけど、服という見た目の話なんですけど、はい、そのまず髪の毛が男の子で、はい、あのマッシュルームみたいな髪型で、まあ、それはいるじゃないですか、はい、それも真緑なんです。まず緑で、そこに首にあの、はい、パソコンのコードみたいなのぐるぐる巻いてそこに洗濯バサミめっちゃくっつけてるいう人がいて、それ僕の演技コースの後輩なんですけど、後輩なんですか？まあ喋ると全然普通のいい子なんですけど、はい、ちょっと見た目が奇抜だなって。そういう格好で電車とかにも乗ってるってことですか？あの制服デーとか、あー、ね、あそのハロウィンだったら、ね、その悪魔の日とかなんか化粧もハロウィンの時はすごいです。すごいですみんな本気の仮装なんですか？ガチの仮装。それいいですね。でも楽しそうですね。浴衣デーとかもあるよね。あるある。あ、それはやっぱりみんな浴衣着てくるんですか？浴衣着てきて、もうみんな写真撮ってみたいな、ね、それそのまま授業とかするってことですか？全然授業受けない、ね、はい、クリスマスとかはなんかないんですか？クリスマスは学校がないんで。休みになっちゃって。あ、そうですよね。そうですね、冬休み。冬休みですね。そうですね、はい、では最後に、はい、最後にもう一つだけ、はい、日芸に入るためにはこれをしておいた方がいいということはありますか？はい、高校2年生の男性の方からです。どこに入りたかによりますけどね。あ、確かに、はい、じゃあもう一人一人何やってたかっていうことですよ。 何やってました？私はその日芸に入って自分が何をやりたいかを明確にすることにしてます。を探したというか、はい、探しました。でちゃんと答えられるようにと、はい、そういうことをちゃんと毎回日芸に行って先生とお話しして、うん、はい、ああこういうことかとか発見とかして、はい、やっぱたくさん行くことが大事ってことですかね、学校に。そうですね、実際見てその雰囲気だったりとか、うん、その先輩方の舞台とかを見ることによって、また自分のやりたいことがこれなのかとか、うん、結構わかるので、うん、はい。はい、さんどうですか？僕は先ほども言ったように芝居をしたことがないので、はい、自分がどういう芝居をしているのかっていうのが、はい、全くイメージがつかなかったので、はい、実際に自分の芝居を自分で撮影して、はい、もうビデオカメラで、はい、撮って自分の芝居を自分で見て、はい、あ、こここうだなとか自分で、はい、自己評価して直していって、はい、であともうそれでもやっぱりもう素人目なんで、はい、直しきれないところもあるので、そこはもう本番ぶっつけで芝居をした後に面接があるので、はい、もうまあ僕は落ちるかもしれないと思ってたんですけど、はい、それをポジティブに捉えて、はい、もうここで日芸の先生に会うのは僕の人生で最後かもしれないから、うんうん、今ここで聞けること、日芸から得れるものは、はい、今の時点で得れるもの全部得とこうっていう気持ちがあったので、はい、面接の時に僕は試験前に自分の芝居自分で撮って、はい、こういうところを直そうと思って、はい、ここがダメだと思ったらこうしてみましたっていうことをまず言って、はい、でもここはどうしても直せませんでしたっていうことと、はい、あと先生たちの目から見て僕はあとどこを直せばいいんでしょうかっていうことを先生に自分から聞いて、はい、それでもう言い残したこと聞き残したことはないぞっていう状態に日芸から帰れるように、はい、試験前にしていたことというかもう試験前から試験かけて、はい、もう日芸に取りこぼしがないようにっていうことを、はい、そういう姿勢で試験。なるほど。別
意が伝わって、ね、合格なさったんでしょうね。そうですかね、まあ、でも確かに面接ですごい喋ったんですごいですね、はい、入試の時に初めてプロからの助言をいただいたという、ね、そう貴重な機会ですね、はい、仕事からすれば、はいはい、なかなかいなそうですよね。そうですよね、そんなことを聞く人って。はい、では市川さんどうですか。はい、私はこのお二人とは違って、はい、逆にもう高校時代はその自分の将来の夢についてのなんかやるべきこととか全くやってなかったんですね、はい、でもその別に大学はそういうのを求めてるんじゃなくて大学に入って何がしたいのかっていう人を多分欲しがってると思うので、はい、その自分が大学に入ってやりたいことが明確に分かってたりとか、うん、自分の意見をとりあえず言える、はい、そういう力があれば、はい、もう誰でもどんな人でも日芸は受け入れてくれるんじゃないかなって思います、はい、あ、なるほど、うん、その自分の軸っていうものをしっかり持っていたら、はい、もう日芸は大丈夫ですね。はい、はい、では質問コーナーは以上になります。はい、では質問となるのですが、皆さんの今後の展望をお聞かせください。また番組を見ている高校生に向けて何か一言お願いします。はい、大学の中で勉強したことを活かせるようにとはまず思うんですけど、その自分の作品、自分の作った作品をそのもっと大学内じゃなくてもっと外の人に、はい、踊りとか興味ない人にも見てもらえるような舞台が作れるようになりたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではスミさんお願いします。はい、まあ僕はまあ当たり前で言えば当たり前なんですけども、まあ、俳優業をまあ一緒の仕事として、はい、まあ、やっていきたいなという気持ちはあります、うんうんうん、まあ、それに向けてまあ日芸で得れるもの、まあ、日芸っていうのはその、まあ、こういう言い方を僕がするのもあれですけど、その卒業だけを目的に入ってしまえば、はい、うんうん、もう簡単に卒業できる学校だと思うんですけども、はい、うん、やっぱりそういうために僕は入ったんじゃないですし、うんうん、その自分から取りに行けばいくらでもたくさんいろんなものが落ちてるし、うんうんうん、まあ、それをどこまでたくさん4年間で拾えるかが勝負なんで、はい、それを日芸でも得れるものをもうパンパンに得て、はい、それで社会に出た時に、まあ、僕なんてやっぱり大学から芝居始めてますし、うんうん、仕事もしてないんで、その、まあ、役者の世界で通用する力をどこまで大学で養えるかっていうそこ勝負と思って今勉強してます、はい、まあ、高校生の方はそうですね、その、まあ、日芸に入ることを目的にするんじゃなくて、自分は何のために日芸に入るのかっていう、うん、そこをしっかり、まあ、そこはもう面接でも聞かれることだと思いますけど、まあ、それを考えるのはまあ当たり前と思って、もう日芸を一つのぐらいに考えて入れば、はい、もう日芸っていうのはまあそういう人にもうってつけというか、もう自分の力を磨くにはもう日本でも、はい、もう申し分ない環境だと思うんで、はい、うん、やる気熱意があって努力ができる人なら日芸に入ればもういくらでも伸びるんで、はい、そういうことを、まあ、日芸内部の僕が言ってるんで間違いない、はい、それを肝に銘じて頑張ってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では市川さんお願いします。はい、私は、音楽とあと映像がとても好きなので、はい、今後はその大学でもう環境がとりあえず充実してますので、はい、いろんなことを吸収して、はい、将来に向けていきたいなと思ってます。はい、高校生の方にはとりあえず諦めないでほしいと思いますね。はい、日芸は本当に受験は何が起こるかわからないというか、うん、一次試験で落ちても二次試験で受かってらっしゃる方もいっぱいいますし、はい、あとそうですね、偏差値だけでも見ないでほしいですね。あ、偏差値が高いところが落ちてしまって低いところが、はい、受かったりとか、はい、その偏差値に全然足りてなくても、うんうん、実技とかもあるので、はい、実技で逆転して合格できたりとか、うんうん、いろいろあるので、うんうん、その自分の力をそんな卑下しないでどんどんチャレンジして、はい、日芸に行きたいって思う気持ちさえあれば、はい、どんどんチャレンジしてほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは日本大学芸術学部の国島さん、スミさん、市川さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで以上大学と大学 .tv ユーストチャンネル、そろそろお別れの時間がやってきました。
次回の放送日は12月7日金曜日21時からとなっております。皆さん楽しみにしていてくださいね。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。